今回はこちらの積分、0から無限大の x の n 乗プラス1の dx を求めたいと思います。あすみません、ただし n は2以上の自然数です。まあ、この積分に関しましては、例えば x の n 乗を変数変換すると解くことができますが、まあ、その際変数変換した後に別の積分も解かなければいけません。今回は複素積分を用いて求めたいと思います。まあ、複素積分を用いることで、例えばこの n が3だったり4だったりする。 場合の積分が問題でよく出されますが、そちらも同様に解くことができます。ということで、今回は複数積分を用いて解いていきたいと思います。ということで、まずは経路について考えたいのですが、あ、まあその前にそっか。えーと、積分経路を C として。 はい、複素数 Z を用いいいてこのように表したいと思いますまずはこの複素積も求めたいのですが経路に関しまして Z の N 乗ってある場合はリアルパートイマジナリーパートとするとまずはこのような実軸を通りましてその後に少しだけ、えー、回転というか角度を持ちますでこのように戻ってきてこのような扇形の経路を考えます でその際のこの角度の部分はあ中にありますか N 分の 2π とします。ということで経路を3つに分かれますので例えばこれをガンマ1これをまあ CR これをまあ例えばガンマ2とするとこの積分っていうのが、はい、このような3つの成分に分けることができます。ということで、えー、とこの Z の N 乗の場合はこのような角度を考えることによって 簡単に解くことができます例えば、Z が3乗、Z の3乗プラス1分の DZ を解く場合は、3分の2倍とすることで解くことができます。まずはこの CR の部分ですが、この部分,、ね、の部分につきましては、はい、ちょっと別の部分に書きましたが、えー、とこれはジョルラの補助定理より0となります。まあ、具体的には、この絶対値を取ってやりますと、このようになりまして、ここでまあ、 こう描きますので変数変換として z イコール r 半径は r として r エクスポネンシャル iθ でまあ微分要素はこのようになりまして代入するとこのような式になるここでまあ積分範囲は角度が n 分の 2π であることから0から n 分の 2π ということでこのような式になるでまあ絶対値関係よりこのような式になりましてでまあここはシータに依存しないようなので抜き出して積分すると n 分の 2π が出てくる で、r を無限大に近づけてありますと、今回は n が2以上のセン数でありますので、0に収束します。はい、ということで、ここの部分は0になります。ということで、ここは0になりまして、続きまして、このガンマ1につきましては、まあ、ガンマ1につきましては、えーと、この実蓄の積分でありますので、まあ、r を無限大にいたしますと、0から無限大の、 このように実蓄上の積分と表すことができます次にガンマ2に関しましてはここで変数変換を行いたいと思います今回ガンマ2の積分経路は直線でありますので直線で変数変換してあります積分 z イコール n 分の 2π 傾いてますのでエクスポネンシャル θ の部分が n 分の 2π X とするまずえっと積分範囲といたしましては、まあ、R から0でありますので R から0でえっ、ー、とここの部分が実軸上に置き換わるあまあすいませんその前に、まあ、ちゃんと書きますとえっ、ー、と Z を代入しますので X のエクスポネンシャル I n 分の 2π の n 乗をプラス1分のちょっと分けますか1のえっと dz がこのエクスポネンシャル n 分の 2πdx となりますただえっとエクスポネンシャル i の n 分の 2π の n 乗は x の n 乗のエクスポネンシャル i2π となりますのでこれはまさしく x の n 乗となりますしたがってえっとこの r から0を 逆転させるとマイナスが出てきて0から r となりますのでまあ r も無限大に近づけますか r を無限大に近づけるとこの係数ので0から無限大のはいこのような式になりますまあちょっと書き方はよくないんですけどまあ言いたかったこととしてはこちらは実軸実関数の積分になり でこちらも変数変換を直線で置いてやりますと、まあ、このようにすることができましてよってこことここ,こことここの部分を合わせることができますねでは次にこちらについてのえっ、ー、と流数について確認したいと思いますということでえっ、ー、と流数についてまず確認するのですが分母の zn 乗プラス1イコール0すなわち z っていうのはこのような式になります、まあ、ちょっと端折りましたのでなぜこうなるかといいますと まずは、えっと、z の n 乗プラス1イコール0ということで、このような式が成り立ちます。マイナス1はこのような、エクスポネシャル iπ ですね。で、次に、z イコール r エクスポネシャル iθ、まあ、ちょっと高校でもあったと思いますが、このように変数変換してやりまして、代入しますと、このような式になります。で、そうすると、r、まあ、大きさについては1。で、θ についてはこのような式になります。ただし、m は整数です。 で今回の場合 θ っていうのは0から n 分の 2π まで回転してますのでよってそこを満たすのは θ イコール n 分の π となりますよってこの n 分の π が張りますので今回の流数は z イコールエクスポネシャル a i n 分の π となりますでは求めていきたいと思いますが fz イコール z の n 乗プラス1分の1を fz と置いてやりますと この式っていうのが、えー、とちょっと丁寧に書いてありますと、リミットの z をエクスポネーシャル n 分の π で、スエクスポネーシャル I n 分の π の fz ということで、このような式になります。でも、この式の極限を取りたいのですが、まずはと分子については、えー、とこれを代入しますので0になる。 まあこっちについても、エクスポネンシャルを代入すると、n 乗しますので、エクスポネンシャル iπ、すなわちマイナス1となりますので、0となります。よって、こちら、不定形でありますので、ロピタルの定義を用いまして、i の、えっ、ー、と、1回微分をしてやりますと、n の z マイナス1。で、こっちについては1であります。よって、あとは z を極限取ってやりますと、n の、まあ、ちょっと定義に書くと、 エクスポネンシャル n 分の π の n-1 乗分の1となります。でまあ、2つの部分に分けることができまして、n 乗の部分と -1 乗。マイナス -1 乗はまあ分子と分母を逆転することができますので、こっち上に来ます。でまた、n 乗させることによって、エクスポネンシャル iπ が出てきますので、それは -1 となります。したがって、マイナスの n 分分の 逆転さして、エクスポネンシャル i の n 分の π ですね。こちらが値になります。したがって、えー、とこちら、実積分の部分を合わさって、こちら、流数定理を用いて整理してやりますと、はい、このような関係式になります。1マイナスエクスポネンシャル i、n 分の 2π の,の実積分の、それがイコール 2πi のの z イコール、えー、エクスポネンシャル n 分の π での有数ですねはいこのような式が成り立ちますあとはあこちらを計算するだけで大丈夫なので、まあ、この係数を取っ払ってやりますとこの積分ははいこのような式になりますあすみません、えー、マイナスつけてましたはいこうですね で、あと、エクスポネンシャル i の n 分の π を取っ払ってやりますと、まあ、ここにエクスポネンシャル i の 2π がありますので、はい、このような式が成り立ちます。ここでもうちょっと変換してやりますと、まあ、つまりマイナスをここに入れると、まあ、ここが逆転して、あとは 2π、すみません、2i をこっちに持ってやりますと、n 分の π のここが逆転して、 で、ここが 2i となります。で、この形っていうのはまさに、えー、とサインシータの形になってますね。サインシータっていうのは 2i 分の iθ-extromanation o シータとすることができますので、角度が n 分のパイの、まあ、サインシータのまあ逆数ですね。ということで、n 分のパイのサインの n 分のパイ分の一と表すことができます。まあ、もうちょっと整理してありますと、 最後に書きま0か,から無限大の xn 乗プラス1分の dx っていうのは sinn 分の π 分の n 分の π と表すことができます。 はいということで今回は0から無限大の x の n 乗プラス1の dx こちらを複素積分を用いて求めました求め方といたしましては、えー、と積分経路を0からこの n 分の 2π という角度を考えることによって、まあ、えっとまずはここの部分が消えましてここは実関数の、えー、まあ実関数の積分で,であとはまあ流数定理を用いてこのように求めることができます 同様に n イコール3とか n イコール4についてもこのようにして求めることができます。ということで今回は以上になります。